そんな顔すんなって。俺はな、お前を告発するようなものじゃなかったんだ。ちょっと耳貸せって。誰かにこのメッセージを聞いてもらえますように。ここは武蔵島くんの部屋ですけど、彼は一度も来ていません。理由はわからないけど、彼の二人の友達がこの部屋を乗っ取っています。でも武蔵島くんは絶対に関係ありません。私の知っている武蔵島くんは真面目でまっすぐな人だから。これ録音できるんだぜ。面白い。お前も忘れてただろ、この機能。マリナさんは苦しい状況にありながら、お前のことを心配してこんなメッセージを残していたんだ。そうか、優しくて芯の強い子だったからな。剣持先生、ありがとうございました。また明日。ただの刑事。郊外で殺しです。しかも現場は密室だということで。行くか、金田一。ああ、おっさん。星をあげるのが俺の仕事だからな。